前回このセミナーの説明をいたしました。これから本格的にセミナーを始めたいと思います。私は常日頃からヘアスタリストはヘアスタリストの手と指がなければいけないということを話しております。これからハンドエクササイズを実際に行います。ご覧になっている方はですね、よろしければぜひともご一緒にエクササイズしていただいて、実際どういうものか感じていただければと思います。これはスタイリストからマスターヘアスタイリストになるためのストーリーです。アサラこんにちは。今日は2回目のセミナーですね。最初のセミナーは10月11日ですね。11日に今回のセミナーとあなたがどこまで勉強するかということを教えましたよね。後日あなたに7個のビデオテープを送りましたよね。そのビデオは世界であなたと私しか持ってないビデオです。これがワークシートですけども、このワークシートを見る限りマスラさんは全く勉強してなかったように見えます。どうして勉強しなかったのか、その言い訳を聞いてみましょう。いや、これは何回ぐらいやったんですか？1日1分のトレーニングではとてもじゃないけども十分な練習とは言えません。もう少し頑張ってください。1日何回でもいいんですよ。休憩は何回とってもいいんですけども、1日1本ということではとてもじゃないけどうまくなりません。どんないいトレーニングでもいきなり大量にやっちゃいますと必ず体を壊します。ですからそういうことないように、自分で様子を見ながら休みを取りながら練習するように言いましたけども、彼女はどうやら1日1本やればいいと思ったみたいですね。訓練始めて慣れてきたら、最終的には各種目を5分間ずつ休みなしでやります。そうすると8種類ありますから40分、それプラスフィンガー、親指のエクササイズが倍やるんで10分間、だいたい50分ですね。最初にカットするときはあなた多分1時間ぐらいかかるはずです。ということは1時間指を動かしてますから、それを目安に練習してください。1日に1分じゃなくて1分やったら休んで、それから続けて練習してください。この表にやった日にちと時間帯を書いてください。そうしないとあなたやったってもとてもじゃないけどこれ信用できません。この中にきちっと書き込んでください。このビデオを見ている方はどうぞ一緒にエクササイズしてもらいたいと思います。そうするとハンドエクササイズということはどういうことか実際に体験されます。最初に手首の運動をいたします。前後に手首を振ってください。表のマス目は1分間1マスです。ですからやった時間帯と日付を毎日書き込んでください。1日1分間のエクササイズは大したことありません。しかし初めてやる方が1分間やるというのは結構大変です。どこまでできましょうか？最初に、手首の前後運動をします。これハサミを持ったりですね、ピチッとなんか決めるときに、やっぱり手首を曲げるとき非常に便利です。手首はですね、前後左右そして回転させるという動きをやるわけですけども、できるだけ柔らかくすることでですね、いろんな道具を使う、アイロンを使ったり、それからウィービングしたりとか、そういう時にですね、非常に役立ちます。ですから、手首を使う、手首を柔らかくすると非常に大切で、多くの方がですね、見てますと大変手首が硬い。やっぱりこれではちゃんとした仕事ができないんじゃないかと思います。1分経ちましたか？1分いかがでしたか？結構長いとお感じになったと思いますよ。さあ、ナンバー2は左右運動です。手首を左右に振ってください。左右に振る運動ですが、これはあなたにとっては大変重要だと思いますよ。シャンプーするときにこういうふうに振りますからね。両手をですね、同時に早くやっぱ動かすという運動ですね。手をね、非常に柔らかくしてください。もし柔らかくすればですね、指の音がパン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 となるんですけども、昔よくなってたんですけどね、今ちょっとなりませんな。多分これファセラさん、あなたが一生懸命やったら若いからパチパチパチっといういい音が出ると思いますよ。そこまで頑張ってもらうとかなり手が柔らかくなったってことになります。こうやって立て続け練習してくると1ミリずつでも大変な感じるはずですね。ただしあなたみたいに1分間やったら今日は休みだなんて、それでは残念ながらうまくいきません。
さあ2分間経ちました。いかがですか。ナンバー3はですね、時計方向に回し、その逆方向に回し、手首を非常に柔らかくします。手首を顔の方向に向かって回しますと、多分風が顔にかかるはずです。ですから風がたくさん来るようになればなるほど、一生懸命やってることです。風がちゃんと顔に当たってる。そう、それはいいね。今度暑い時があって、手元に扇風機がなかったら、暑い暑いって言いながら扇風機の代わりに自分にの顔に風を当ててください。じゃあ今度は反対側方に回しましょう。これはですね、風は来ません。しかし周りの空気をですね、きれいにこう浄化させるというか、そういう目的のために思い切ってやってみてください。手首を柔らかくするのと、それから両手をコーディネーションすること、これがヘアカットする上には非常に大切になりますので、大変ですけどもちゃんと練習してください。パサラが疲れてきたようです。自分でやっているときはですね、その疲れ方はそれぞれ差がありますので、疲れたら休む、これを守りながら練習してください。両手が離れないようにできるだけ つけてですね、それでくる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 回してください。体をメイクするときですね、早くできたりとか、それからいいシェフはですね、ビューッとこうウィップします。まあシェフじゃないわけですけども、できるだけお互いがくっつくようにしてくるくる回してください。パサラはですね、両手がちょっと硬くなってます。できるだけある。それで、まあ、疲れてきましたから、なんかしょっちゅう時計を見てます。もう疲れちゃって肩の方にが多分かなり疲れてるはずですね。ただやっぱりステップにしないで、リラックスしてくる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 っと回す練習をしてください。私は年取りなのに、もうあんた若いのに私の方がずっと柔らかく早く回転してますね。指の運動の前にですね、ゆっくり休んでください。そうしないと次の運動が長続きしません。まず指を開いてください。開いてですね、指先の第三関節と中間の第二関節、親指は第二関節しかありませんね。それをグッと曲げてください。ちょうど引っかくような感じですね。これは、物を持つ、掴む時の指の力を強くするための運動です。指先に力がないと物を落としやすくなります。ですからメニヘアドレッサーに指先力がないよく落としますね。私みたいに年取っちゃいますと何でもかんでも落としますけども、それはまた別問題で、しっかりオープンしてしっかりと締めてください。これ結構きついですよね。ね、また見てるとパセラこうグッグッグッこう掴んで手前に来てますから、これはもう疲れた証拠です。結構疲れるよね。これは結構疲れる。まあ8時間やるわけだけども、長いことこれはその基本的なヘアカットする筋肉を作るだけです。各ページのエクササイズはだいたい8時間で終わります。ですからロングタイムやるわけですから、決して諦めないで、疲れたら休んで、それで続けてやってください。第三関節、指先の関節を動かします。これは屈伸運動だけです。手に左手にですね、右手を当てて、手の甲羅をまっすぐにして前後に動かしてください。指先の関節はですね、普段はほとんど動かしません。この形で神様にお願いしてください。もう早くエクササイズが終わるようにお願いしますと。タイム測るの忘れてた。それは良かったね。パセラあなたのために一番いいことですよ。じゃあ反対の手をやりましょう。手の甲羅をですね、必ずフラットにしてやってください。そうしないと効果はありません。こういうふうにですね、きれいにやってください。アメリカの人は時々この反対側の手を動かしますけど、それで意味がないんで、それともう一つくる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 曲げちゃう人います。これもまた全く意味がありません。必ず手の甲羅をピシッとしてですね、押さえつけて上下にやってください。そうするとまた効果があります。また神様にお願いしてください。ちょっと時間延びましたからね、早く終わるようにと。この練習はヘアスタイリストの手を作るために行っています。ピアニストはピアノを弾くための手を作ります。
インストゥルメントを使う人は皆それぞれのインストゥルメントを使うための手を作ります。我々はシザーでカットするわけですから、それを使える手を作るわけです。テキメの練習は8時間かかりますから、1日10分ずつ行ったとしたら8週間で基礎的な訓練が終わります。この指を広げる運動はですね、基本的に中指と人差し指で、髪の毛を使いますけども、人によってはほとんど力が入らない、あるいはその曲がってうまくいかないんで、こうツイストしてやらなきゃいけないという人がいます。これを1本ずつ開けてください、きちっと。そうしないとうまくいきませんよ。広く広く広くね、広く開けてください。手仕事のヘアスタイリストは関節炎とか腱鞘炎とかなんかできないはずなんですけども、ある程度年取ると関節炎なんかになります。アーソライレスとカーポタンネルというのはちょっとオポセットなんですけども、アーソライレスは運動してないと年取るとどうしてもなります。カーポタンネルは逆にあまりに使ってない指をたくさん一度に使い始めるとなりやすくなります。これを防ぐにはやっぱりきちんとした指の運動をしていると防げると思います。これはコーディネーションの練習です。左右の手を同時に動かしながら違う動きをします。片方の指を握り、片方の指を上げて、同時に反対の方から一つ締めて一つ開けていきます。それを同時に行います。指一本別々に行うということは、同時に行うのは我々はヘアカットしたりアイアンしたり、それからカラーしたりウィービングしたりというふうに、片一方何かやり、片一方は全く何もしない、あるいは両方別の運動を同時にするということをいつもやってます。ヘアカットの時もそうですね。多くの場合全ての指を使わないで1本2本しか使わない場合も多くあります。わしら何をしとんの、ミラなんかいらないよ、ジャスエクササイズ。最後に親指の運動です。これは重要なので2分間が1マスです。親指が動かないとカットが正確にできません。親指だけを動かしてハサミを開閉します。ですからこれは非常に重要で、まず普通にですね、親指を開いてください。開いてクローズして、で決して、無理はないと思います。でオープンね、オープンして閉めて、オープン閉めて、ただしその時に手のひらを動かさない。動かしちゃうと両刃動きます。親指だけ動かす、これはやっぱり普段は全くこういう仕事をしませんから、訓練しないとできません。さあ手をひっくり返してですねやりますけども、パセラの手の甲羅動きます。あそこを動かさないようにしないとダメです。ハサミを持って胴刃だけを動かします。このようにですね、胴刃だけを動かす、それには親指の開閉運動をたくさん行えないとできません。ですからこの種目はですね、大体2倍、普段は普通は1分間の1マスですけども、ここは2分間が1マスになります。練習する一つの方法として手の甲羅に何か乗せます。まあ一番いいのは日本でしたら10円玉ですか。この、 一番動くところに置いてですね、手をできるだけ胴刃、まあ親指とそれからホールドするのを別々に動かす練習をします。そうすれば、かなり効果的な練習ができると思います。この親指の練習をしますとですね、親指の筋肉ができます。私の見せましょう。このようにですね、筋肉が右手にたくさんできます。この筋肉ができればかなりカットがスムーズにできるはずです。なぜ私が世界最高のトレーニングセミナーと名をつけたかというと、このようにですね、ヘアカットする、まず指手を作る、これが第一目的なんです。これができればヘアカットの上達っていうのはものすごく早くなるはずです。いいヘアカッターになるチャンスがあります。さて、ハンドエクササイズはいかがでしたでしょうか。パセルは近々ワンレングスだけカットを始めると思います。もうちょっとトレーニングしますけども、その時のモデルが必要なんで、もしよろしければ、広瀬サロンまで来ていただければ助かります。で来年はですね、私どもは
日曜と月曜どちらかにヘアカットセミナーを始めたいと思います。もしアメリカまで来られてセミナーを私の受けてみたいという方がいらしたら、この下の Gmail までご連絡いただければありがたく思います。ではまたこの次に。See you then.